お姉ちゃんが一度話してくれた。イミチとは、イニシエの時代に呪術により大地から生まれた種族なのだと。伝承を話しているお姉ちゃんも、さすがに呪術などという非科学的なことは信じていない様子だった。ただ、地面から生まれたというくだりは、資料と出会って信じられるようになった。イミチは、私たち姉妹の他に、ミザリーやヒミコが存在した。二人はやむを得ず殺してしまったが、世界にはどれほどのイミチが存在するのだろう。科学的な研究は今もレイコが行っているはず。いつか聞き出してやる。どうせまた同じ姿の奴が何度でも現れるはずだから。Yes!
Thank you.